こんばんは、鹿の間です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。いやー、もう徐々に寒くなってきてね、今秋なんですけど、冬も近づいてきてるのかなと思うとワクワクするんですが、皆さんは季節の中でいつが好きですか？私はですね、食べることも好きだし、お洋服も好きだし、過ごしやすいね、この秋っていうのが四季の中で一番好きです。まあ秋っていうのはね、野菜から連想されるような、まあ暖色系のお色味だったり、まあそれこそね、紅葉とかもオレンジ系のお色味を使っているので、そういった色を合わせた秋メイクっていうのがね、私はすごく大好きで、今もね結構レパートリーがあるんですけど、今回は最近私がねすごい妄想してて、わ絶対可愛いわと思ったメイクをね発明したので、皆さんにご紹介していきたいなと思います。ということで、今宵やっていく秋メイクは、秋の夕暮れをイメージしたこっくり感のある大人っぽメイクをやっていこうと思います。いやいや、名前長いしどういうことって感じだと思うんですけど、もうほんとニュアンスですよ。私的に秋のイメージっていうのは、落ち着いた雰囲気があって、若干レトロっぽさのある、まあ、読書の秋とも言いますし、図書室にいそうな感じ、まずああいう感じの女の子を今回イメージした。プラスね、夕焼けだったり夕暮れっていうのは、まあ、オレンジだったりね、秋っぽいお色味でもあるので、まあ、夕焼けとか夕暮れが反射した時にお顔がねちょっとポテッとするような、眺めたくなるような色のバランスと、それぞれのねパーツの良さを引き立てるメイクっていうのにこだわってみました。今回はですね、学生さんでも手に取りやすいチフレ縛りでお送りいたします。でね、でね、これからの時期っていうのはやっぱり乾燥してね、化粧のりも悪くなったり、肌悩みがね増える時期だと思うんですよ。なので今回はですね、チフレの中でも私が最も推しているこれからの時期にもってこいのスキンケアシリーズも一緒に紹介してますので、ぜひ一緒にねスキンケアの方も参考にしていただけると嬉しいです。で、最後エンディングの方でですね、詳しく紹介するんですが、今回チフレさんとの企画でプレゼントキャンペーンがあります。それもね、まあ参加するだけでもすごくワクワクすると思うので、ぜひ気になった方は挑戦してみてください。それでは早速始めていきたいと思います。本日もゆっくりしかのまでお過ごしください。それでは早速スキンケアからやっていこうと思うんですけど、秋から冬にかけてね乾燥が増していきますが、皆さん肌調子いかがでしょうか？結構ね、冬になって乾燥するってことも多いと思うんですが、私は割と秋とかね季節の変わり目から乾燥することが増えてきて、スキンケアにはねかなり気合が入る時期です。今回ね、チフレ縛りということで、スキンケアからね、しっかりと使っていこうと思うんですけど、チフレのスキンケアにはね、様々なシリーズがあるのご存知ですか？私はですね、どちらかというと乾燥肌なので、しっとりタイプのシリーズを使ってます。この保湿シリーズね、魅力がめっちゃあるんですよ。結構ね、YouTube とかでもね、今まで何回かチフレのね、スキンケア紹介してきたと思うんですけど、私結構ね、学生の頃オタク活動をね、よくやってて、金欠だったんですね。でもやっぱり肌は綺麗にしたい。そういう時に出会ったのがチフレで、シンプルでね使いやすくて、ほんとコスパいいんですよ。だからね、長く23歳になってもずっと使い続けてます。今回まず最初に使っていくのが、化粧水とてもしっとりタイプでございます。まずはコットンにですね、化粧水を、まあ、500円玉ぐらい出していきます。コットンで化粧水塗るときは、中の指2本を置いて挟んでから塗っていきます。こんな感じで滑らすように化粧水を塗りましょう。テクスチャーはですね、トロッとしていて濃厚なんですけど、保湿力求める人はすごく満足するアイテムだと思います。この化粧水はですね、お肌にピタッて吸い付いてる感覚があって、まあ、あくまで感覚なんですけど、ほんと手に取りやすい価格なんでね、たっぷりとコットンに化粧水を浸してから贅沢にコットンパックします。で、この保湿シリーズのねスキンケアはですね、共通成分として保湿成分の、まあ、よく聞くねヒアルロン酸だったりトレハロースっていうのが入ってます。お肌にね本当に本当に必要な成分っていうのを厳選しているので、しっかりと保湿してくれて、乾燥による肌荒れを防いでくれます。まあ、去年ぐらいからさ、肌綺麗にするために私はスキンケアを趣味にしますなんて言ってたりしたんですけど、結構ねそれから成分とかもね勉強というか調べることが増えて、スキンケアとかもね成分表とかをよく見るんですけど、チフレはですね相当こだわってると思う。で、裏のね成分とか分量のところなんですけど、 0.01% まで成分だったり分量、配合目的とかをね書いているので、ここまで細かくね成分とかね書いてあるとすごく安心ですよね。で、顔のコットンを外すときにちょっとまだねもったいないので、首とか腕とかにもねいつもペタペタ貼ってます。
続いてはチフレ美容液ノンアルコールタイプを使っていきます。私アルコール入ってるタイプのね、あのスキンケアあまり合わなくって、結構ノンアルコールかねチェックして買ったりするんですけど、これもねかなりとろっとしたテクスチャーなんですが、ノンアルだから肌荒れを防ぐのではなく、潤って乾燥のケアができるので肌荒れを防いでくれるって感じですかね。なんかね塗り心地としてはツルツルって感じよりもトゥルトゥルって感じ、トゥルントゥルンって感じのねすごい滑りがいいです。まあ、これ塗るとですね、なんか出来たてのパンみたいなふっくら感が出る。美容液もね塗るのと塗らないのじゃ結構化粧のり変わってくる。でアルコールタイプのねスキンケアが苦手だなって方とか、この時期でも使いやすいですし、肌荒れ防止にもなるので、価格も安いですし学生さんもねすごいおすすめです。これもねチフレのこだわりだと思うんですけど、チフレの基礎化粧品はですね無着色無香料なので、まあ、本当ねどんな人でも使いやすいスキンケアなんじゃないかなと思います。次使っていくのがチフレの乳液しっとりタイプでございます。もう何度も言いますが、秋冬に関してはとにかく保湿。私のね美容の大師匠がいるんですけど、彼女すっごい肌綺麗で、まあ、どうしたらね、まあ、肌綺麗になるかを相談したところも、保湿をしなさいとお告げをいただきましたので、それから私はね保湿をするようになって、肌質がねぐんと良くなった。あと水分取ることやね、こんなたっぷり入ってて600円台っていうねコスパ良すぎでしょって話なんですけど、惜しみなく使えるのっていいよね。まあ、この乳液もそうなんですけど、しっとりタイプなんだけどもベタつかないので、そういう鬱陶しさもないのがね嬉しいポイントです。チフレのパッケージもさすごいシンプルで馴染みやすいですよね。肌にとって本当に必要なものっていうのを見つめて適正価格にこだわり続けてるのもチフレの魅力かなと思います。で最後はチフレ保湿クリームのしっとりタイプ使っていきます。結構ね固めのテクスチャーではあるんですけど、伸びが良くてとっても使いやすいクリームです。こんな感じです。これ使うのは秋冬のとにかく乾燥が気になる時期だったり、寝る前のねお顔のマッサージするときによく使ってます。学生の頃からさ、私がチフレ買い続けちゃう理由っていうのは詰め替えがあることなんですよね。スキンケアもね詰め替え用があるので、本当に低価格でリピートできるし、コスメとかもねリップとか中身を取り外して変えたりできるので、まあその辺もチフレのね魅力かなと思います。てなわけでスキンケアは完了しました。まあ、乾燥がね強くなるこれからの季節に向けて、ぜひね皆さんもチフレのしっとりタイプ気になった方は挑戦してみてください。ベースメイクやっていこうと思うんですけど、今回はチフレのメイキャップベースクリーム UV グリーンを使っていきます。グリーン系の下地はですね赤みを抑えてくれて透明感を出してくれるので、私のねコンプレックスでもある赤みというものを緑の力を使って飛ばして綺麗にしていきます。チフレのこの下地ねピンク系もあるんですけど、どっちも本当によくって、肌のトーン上げてくれながらもしっかりと色ムラを綺麗にしてくれるので、マジでファンデーションいらずだと思う。で SPF19 で PA2+ も入っているので紫外線対策もしてくれますね。はい、今こちらの半眼だけ塗ってる状態なんですけど、赤み綺麗になってトーンアップしてますよね。やっぱ透明感がすごい出るなって思う。はい、グリーンのベース塗るとこんな感じです。透明感ツヤ感出ましたよね。気になる部分だけにですねチフレのコンシーラー1番ライトを使っていきます。まあ、例えばここのクマの部分だとか、この顎の赤みとかをコンシーラーで消します。まあ、今回ファンデーションなしなので厚塗り感も出ないですし、すごい素肌感のあるベースに仕上がると思う。このコンシーラーめちゃくちゃ伸ばしやすいし、なんか固まったりしないからねいいんですよね。ベースメイクの締めはチフレルースパウダー N の2番パーリールーセントを使っていきます。これめちゃくちゃねパフが柔らかいんですよ。しかも分厚さあるし、で出しすぎないように一回手の甲に出してから塗っていきます。で今回アイブロウはチフレのアイブロウパウダー PK10 番ピンク系ブラウンを使っていきます。赤みのあるブラウンからパンプキンっぽい黄みのあるブラウンまで見かけないようなねカラーが入ってるんですけど、目元メイクだったり今回ね中に金髪入れてるので合うと思います。まあ、それこそね秋っぽい雰囲気がねこれで出せるんじゃないかなと思います。まずこの2色混ぜながら使っていきます。まずは軽く色をのせます。このアイブロウブラシがね2つついてて細い方もあるんですけど、めっちゃ描きやすい。やっぱね眉毛に赤茶系使うと一気に秋っぽさも出たり、色素薄い雰囲気も出るんで可愛いんですよ。下のラインを描いてから眉毛を描いた方が左右対称になる。で眉頭は赤系の緩みをね多めに入れて血色感をね出していきたいです。
こんな感じ。今回はね、なんか秋なんで優しめでふさふさにしたいな。で、眉毛描き終わったらアイブロウマスカラ BR10 番のライトブラウン使っていきます。色味こんな感じで軽く毛の流れを整える感じで描いていきます。軽くね、ちょっと毛の流れを整える雰囲気で眉マスカラ塗りましょう。はい、眉毛描くとこんな感じです。いかがでしょうか。今回チークはチフレパウダーチーク612ベージュ系を使っていきます。今回チークはね、夕日が肌に反射した感じを出したいので、横幅広めに斜めとかではなく真横に塗りたいと思う。内側から外側に向かって塗る。ピンポイントでね、丸々って入れるのも可愛いんですけど、やっぱりね、夕焼けを前にすると顔全体的にね、ちょっとほてった雰囲気が出ると思うので、今回はそれをイメージしてチーク塗ります。まあね、チークの色がはっきりしててね、中心寄りっていうのは可愛らしさが出るので、まあ、秋のね、デートメイクとしても使えるチークなんじゃないかなと思います。で、夕暮れということで鼻の部分にもチークを入れてね、ほてった感を出します。そして今回使っていくアイシャドウはチフレのグラデーションアイシャドウ70番でございます。4色入ってるアイシャドウなんですけど、コーラルっぽいね、肌なじみの良い色味だったり、締め色のブラウンも入ってるので、本当にね、様々な幅広いメイクができそうですね。まず1番取っていきます。全体的にベース塗っていきましょう。一塗りするだけでね、ツヤ感が出るアイシャドウで、秋のね、ちょっとレトロで儚げな雰囲気出したい。で、これを涙袋にも塗るよ。こっちの涙袋にも塗る。で、次この色取ります。この色をですね、ちょっと目頭寄りに入れます。中心寄り、ここですね。中心寄り塗ることによって全体的にパーツが内に集まるんですけど、今回ね、シェーディングを塗ってないんで、若干ね、色の濃さによって凹凸があるように見せたいんですよね。そして内側に塗ることによって可愛らしいお顔にもなるので、で、この色取っていきます。薄い方、これをね、薄く目尻に入れよう。ほんと薄く目尻に入れる。で、この濃い色取ります。これをね、上の目尻に塗ります。こんな感じかな。上の目尻に塗る。で、コンシーラー絶対に忘れないように涙袋に塗る。もう今回も目頭だけでいいかも。もうほぼ目尻塗んなくていいです。中間までぼかそう。どう、可愛くない涙袋。で、さっきのアイブロウの濃いの取ります。これで結構色が濃いので出して薄めましょう。で、このアイブロウで影をね、入れていきます。なるべく中心部分の影、こんな感じかな。良いのでは。で、ビューラーでまつげを上げます。今回はね、瞳にしっかりと光が入ってくるようにまつげはギュインって上げて、マスカラもですね、しっかり塗ろうと思う。そして今回マスカラはナチュラルロングタイプ BK30 ブラックを使っていきます。これカーブタイプなんで、すっごいまつげ塗りやすいんですよね。そしてあんまり根元からするってよりも毛先にちょっとつけるような、するとね、瞳に光が入ってくるので、根元から塗ると少し重たくも感じるので、まつげの先に長さを付け足すようなイメージで塗ってください。で、下まつげはですね、束感を出したいのですよ、私は。なので、あえて隣同士をくっつけさせる、絡ませるような塗り方する。こんな感じかな。まず最初にアイライナー、ペンシルブラウン23のダークブラウンを使っていきます。色味こんな感じ。とっても描きやすいのと、絶妙な薄さとペンの硬さなんで、アイラインもですね、ブレずに描くことができそうです。若干垂れ気味に塗りたい今日は。アイラインを垂れさすぞー。こんな感じ。で、続いてこっち、リキッドアイライナーの筆ペンタイプ BR30 番ダークブラウンを使っていきます。これですね。色味はね、もうほとんど一緒なんですけど、やっぱ質感が違って、こっちの方がツヤが出ますね。そしてピンポイントで描けるので、このまつげの生え際部分ですね、ちょっと入れ込みながら埋めていきましょう。で、若干目頭にラインを置いて、で、まだまだ目頭は長いですよと見せかける。 OK。 どうです、今日の目元可愛くないですか。私的にね、垂れ目メイク好きなんですよね。で、今日リップはですね、口紅748番ブラウン系使っていきます。色味こんな感じです。若干ボルドー寄りではあるんですけど、すごくね、秋らしく深みのあるお色味です。で、全体にね、塗りすぎると強い印象になってしまうので、今回ちょっと儚さを出したいんですよ。だから唇の中心だけ塗るよ。あら、かわいい。茶色かわいくない？これなんかずっと塗りたくなっちゃう。
で少し馴染ませてオーバー気味にしてもね可愛いかも。ちょっと境目をぼかすことによって秋のねレトロっぽさっていうのが出ると思う。ただこの色自体が鬼可愛い。でこれでね終わりではないんですよ。今塗った口紅なんですけど結構しっとりとしていて乾燥とか気にならないし、少し皮がね固めの時でも上から塗ってねパリパリなったりもしないですし使いやすい。でリップの仕上げにですねリップジェル255番ローズ系を塗っていきます。私はちょっと最近ね仕上げにツヤを追加するのにハマってて、こんな感じ可愛くない？かなりねプルンってさせたがるのよ私。でグロス塗ってね写真撮ったりすると唇がめっちゃ可愛くって最近はもうできる限りプルプルにしてます。ちなみに色こんな感じです。単体でも十分色つきますね。というわけでメイク終わったのですが髪の毛を整えていきたいと思います。はい、こんな感じでチフレ縛りで秋の夕暮れメイクやってみたんですけれどもいかがでしたでしょうか。まあ、ポイントとしてはねベージュ系オレンジ系の色味を使ってほてった雰囲気を出して、まあ、夕暮れということでね一日が終わってちょっと疲れたなみたいなトローンと眠たいなみたいな目元を演出してみました。なのでまあ言い方変えるとね守ってあげたくなるような雰囲気が出てるんじゃないかなと思います。自分で言うのおかしいんですけどこの秋皆さんしたくなりましたかね。で冒頭の方でもね少しだけお話したんですけど今回ねチフレさんとのコラボ企画で100名様にプレゼントキャンペーンを実施します。概要欄にですねプレゼントキャンペーンの概要と応募フォームをね記載しているのでぜひともチェックしてみてください。応募期間は10月2日から10月10日までになってます。そしてプレゼント内容がこちらです。今回私が使った激推しアイテムたちですね。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。